実力をこの次も1位はいただくぜ。言葉が過ぎるぞドラグレン。クロスファイトは参加者全員が心を一つにして初めて楽しめるんだ。皆さんのおかげで大いにエンジョイできました。ありがとうございます。どうしました皆さん。その喋り方だよ。俺たちにもドラグレンに話す時みたいに普通に喋れよ。キシャーとか言ってるやつには言われたくねえな。キシャー、なんか言ったか。とにかくみんなの言う通りだよ。ナオヤももう僕らの仲間なんだし。なるほど、皆さんのご指摘は的を射ていますね。大いに努力しましょう。って全然変わってないけど。あほな、いただきます。もうこ食べ過ぎに注意しないと。俺はちゃんとしてるから、この料理は右手を使って食べるんだぜ。あちちちち。俺の元気はトレトレ新鮮のベジタブルだぜ。あー、消しゴム。お野菜最高。驚いた？みんなちょっとおかしいよね。ちょっと待った。間違えちゃった。相変わらずだな、かけるは。ふう、ごっつおさん。あれだけの量をもう完食。みんな、この機械何やと思う？あ、カラオケ？表向きはな。せやけど、これをこうして、こうすると。おー、店舗員のじい様にこの部屋のことを話して中継映像の回線をこっちに回してもらったんや。そいつはいいや。なんとって今日は南ブロックナンバーワンのあいつが西に移籍してくるそうだからな。え、そうなんだ。何がおかしいの？ああ、いや、実は今回から競技の時のデジタルビジュアルが変わるんだ。僕が WBMA に提案したからね。本当に？それも楽しみだね。今回の競技はスネークヘッドシュート。まるで蛇のように動くチューブに弾を通し、ターゲットを倒すまでのタイムを競う競技だ。そして今回からはさらに、相手が相手だ。俺が優勝しなくっちゃオロチの名がなくってもんだぜ。3、2、1、ビーファイト。やるじゃねえか。曲線香噛みちぎれストロークオロチ。さすが牧選手、コントロールに長けたストロークオロチの性能を遺憾なく発揮して驚異のタイムだ。狙った獲物は逃がさない。蛇の化け物め、百獣の王の強さを知れ。あいつ、あの蛇の立体映像を倒す競技だと勘違いしているようだ。気合だけで勝てるもんか。なぜちょっとおたけめ捨てやんねえ王ちゃん。
何？ライドウ選手、コンマ3秒差でマキ選手を逆転。まさに下手な鉄砲も数打ち当たる攻撃が功を奏した。オーガには野生の勘がある。ああ見えても無意識に狙いを定めていたのかもしれん。まあいい、まぐれということもある。優勝はあいつに譲るとしても真の勝者は。さて競技の途中ですが、ここで皆さんに新たな仲間を紹介いたします。渡里大樹さん、どうぞこちらへ。渡里さん、なあたまいわじゃーん。何なんだあいつは。野生の勘が言っている。あいつと俺には通じ合う何かがある。ああ見えて奴は南ブロックのナンバーワンだらしいな。さてチャレンジと行こうか。お待ちを。あなたの順番はまだです。お前か。はい。タイガーなんとばし。どうぞこれで文句ねえだろ。あれが南ブロックでナンバーワンのリーダー。はい。はい。どうしたんだ、やる気あんのかよ。俺のラウンドタイガルはコントロールと連射の機能を兼ね備えている。機体の安定を保つラバーアーム、角度を変えやすいコントロール系レッグ、精密連射を可能にするラウンドコア。あっ、行くぜ。一点が牙を向け。ラウンドタイガル。おお、これはすごい。トップだったライドウ選手の記録を大幅に塗り替えて、初参戦の渡里選手が堂々1位に躍り出た。すげえ。やはりかなりの腕だな。俺には関係ない。腹立つ野郎だったな、あの大輝ってやつ。あんなやつが南ブロックのナンバーワンなんて最低だよな。大輝は素行が悪く、南でもトラブルばかり起こしていたんだけど、ビーダマンの扱いは超一流だ。てっきり卑怯な技を使うんかと思ったけど、ことチャレンジに関しては正々堂々とやっとったもんな。渡里大輝はまたの名を南のボスと呼ばれていたんだ。南のボス？問題児だが腕は超一流。そんな彼を慕って一部のビーダーが子分になった。やりたい放題の彼らのせいで南ブロックはすさんでしまった。僕は必死で抵抗を試みた。でも他の選手は彼らを恐れて、僕は一人ではどうすることもできなかった。なおや。白金やライドウだけでも強敵だっていうのに、今度は俺と同じコントロールタイプを使うやつまで現れるとは。あいつ、あれは確か南から東へ移籍したホムラとかいう野郎だ。西ブロックはどうだった？僕の計画を邪魔しそうなビーダーはいたか？聞いてた通り、ドラバイスの白金ってやつ以外、どいつもこいつもダメな連中ばっかりだったよ。
力のあるビーダーは一人もいなかったぜ。なんだと？てめえは。どうやら予期せぬお客様がお越しのようですね。お前ら計画がどうだとか言ってやがったな。一体何を考えてやがる。おや、僕の裏の顔をお知りになられましたか。こうなってしまった以上、ただで返すわけにはいきません。大器よ、 It's a showtime。これが我がドラグレンの究極の姿、その名パーフェクトドラグレン。パーフェクトドラグレン。言葉じゃ語れない思いがある、だから何も言わず行くんだ。この胸にまで嘘はつかなくていい、眼差しはそのままで。レイジの様子が。気のせいじゃない。西ブロックで何かが起きているぞ。嵐の予感。次回もビーファイト。